代武門の長として乱世を切る。ちょっと急ぎすぎじゃねえのか。勝った勢いに乗るったってこっちもだいぶ消耗してるだろう。らしくないな孫策。勢いに乗った攻めは君の得意とするところだろう。それに今はまたとない好機なのだ。好機？なるほどな。ラッピから前線を押し上げ十春までをこちらの勢力下に置くか。剣業の守りは厚くなり、同時に巨匠への道も開かれる。はい、義もそれは承知しています。こちらが一呼吸を置いたならすぐさま十春の守りは堅固となるでしょう。そうなのか。じゃあやるしかねえな。ここまで剣にばかり重荷を負わせたからな。策、我らの騎馬で若き虎の道を開くとしよう。ああ、どうぞ親父。はっ、あっ、はっ、領衆の力、総領一掃する。いな、すれ。よし、もしも負けじとかけるとしよう。さあ引き上がれ。お前なんてひねりだ。このうっかりよ。ここで勝った嫌うなよ。よし、敵将討ち取ったぞ。孫悟、ラッピでの勝利に調子づいて、今日後ろは任せた。何の鍵見えるか。賢明ではあるな。いやいや、馬は逃げる獲物を追うものだ。たった一人の残り、我が気力の餌食になりたいらしい。足を落とせ。奴らが追撃できぬようおとなしくするんだな。伝令、各が三月の部隊を連れ現れた模様です。大事なところがガラガラ。さて、一泡吹かせてやるとしようか。いつもながらお見事な武勇。悪の無断もありません。何なの。本陣を突かれるとここは私がしのぎきらねば。お前ら、入れ来い。
ごとくですね。私が打ち払ってこよう。ラッピの雪辱を果たさせていただく。いざ戦場で武を競わん。よし敵将討ち取ったぞ。足を引っ張ってしまい申し訳ありません。このウボン族と厳正なる勝負、何の怒り受けてみろ。どこかに気の緩みがあったか。よし敵将討ち取ったぞ。お見事、さすがの貫禄勝ちってところですね。一人で現れるとは面白い。わしが相手になってやる。下がるとしようか。よし
本陣の危機は去ったな。敵の罠を警戒しつつ総費を追うとしよう。父上も兄上やはりすごい。私などまだまだ強行呼ばない。ここに来るって分かってたぜ。あんたらは終わりだ。解けなければならんな。打線攻撃。また頼むわ。よし敵将撃ち取ったぞ。
なんという武勇。今終わったところだぜ。たったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとは、やはり武門孫悟は兄上が率いるべき。私は兄上に全てをお返しします。何言ってんだケン、ここまでやってきたのはお前の力だろう。ですがそして今の孫悟はお前の大きな理想のもとで戦ってる。俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜ。いえ、でも父上からも兄上に俺も策に後を託した身だ。偉そうなことは言えんな。そんな、あとは頼むって言っただろ。やってやれケン。うん、賭けよケン。お前の進む先にこそ新たな時代があるのだ。はい、お二人から託された孫悟、必ずや天下へと導いてみせます。